はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでジュビロさんからですね。はい、一つです、よろしくお願いします。ジュビロさんは多分ベリンガム無限撮りですよね。よいしょ。はい、結構マチがないんでね、2パックずつぐらいで丁寧にやります。はい、サッカーのねサファイアはイタリアで作ってるんですよね。野球はね、あのアメリカとかカナダで作ってますけどね。まあ品質はまあ同じような感じなのかな。まあラインが同じメーカーのラインだったら同じもの作れますからね。はい、タプソバさん、黄色いライン来ないかな。ヘクターさん、はい、プレアさん、スタック、フューチャースターズね、ザカリアさん、はい、クワイソンさん、チャンドラーさん、お、オレンジ、あ、サイラスさんだったらありね。うん、いやこの RC の3人ウィルツだったら全然ありですね。125の5番、これすらかかんない場合いっぱいありますからそれに比べたら全然ありです。これでベリンガムでも来たらね、うん、あと3パックあります。フューチャースターがあと1枚ありますからね。心地でもいいですよね、うん、はい、ライナーさん、あと2パック、フューチャースターがまだだな。ぬくぬくくんだ。お、黄色いライン。あ、ハランドの方だった。まあまあ、まあでもね。現状5、60ぐらい普通にしてますから。はい、ね。グレーディングが落ち着けばね、結構アメリカのコレクターの方も、ね、無理に今送らない方がいいんじゃないかって。落ち着けばまたね、前の値段価格あたりに落ち着くんじゃないかとは言ってますけどね。あ、サイラスさんだけだったわ。でも最後にパラレルね、あ、このチームわかんないはい、これはゴールドですね。はい、まあ、うん、ベースに関してはハーランドさんぐらいかな。ですが、一応サイラスさん、まあいろんなちょっと問題があったようですけど、まあ選手としては非常にいい選手ということで、来季頑張るんじゃないかと思います。はい。という感じでした。まあ全然いいですよ。これも出ないで普通にこう終わる場合結構ありますから。ね、まあ重なる場合は重なりますけどね。はい、じゃあ3回押します。ワン、ツー、スリー、六六、ワンペア、はい、店長、ワン、ツー、スリー、ノーハンド。はい、ということで黒マグホね、一つ付けして梱包しておきますね。はい、ありがとうございました。